よしよし、おとなしくしてろよ。いい子だな。もう少しで終わるから、あとちょっとの我慢だからな。お前かわいいな。子供の頃犬飼いたかったんだよな。なの兄貴分なんだから当然だろ。あんたと話してるとなんか混乱するな。ま、勝つ自信がないなら無理にとは言わない。じゃ、また手をつないで帰ろうか。俺たちでよければ力になろう。あんたって俺を押し倒すのが好きなの。さっき幽霊は怖くないと言ってただろうが。君には約束してほしい。無茶はしないと。もっと深く知りたくなるってこと。お前のいいところ今度は学校のみんなに伝わるといいな。君にはずっとそうであってほしい。君だけは。ページを食って最後には幸せな結末にたどり着けるように。